い、それでは初級になります。まずは右足から歩きますね。はい、どうぞ。さあ今回の曲はまず初級は1番まで、中級上級はフルで使っていきます。で、私のこの YouTube の中で一番曲が速いんですよ。一番曲が速いので、初級でできることっていうのはまずゆっくりカウントを長くとってゆっくり動くこと、中級から上級のこのリズム感になっていくんですけど、慣れていく、そして上級になって振りが細かくなっていく、はい、その流れでいくので初級から大事になります。お願いします。ということで、まず歩いてるんですけども、早速足止めて手からいきます。1、2、3、4、両手耳の横、1、2、3、4、オープンしていきます。1、2、3、4、5、6、7、一度歩きます。顎を上、5カウント目いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、歩くね。もう一回、最初は顎まで行ったら下、手のひらが後ろと思ってください。一度歩きましょう。手のひらは後ろ、膝曲げてダウンしたところからゆっくりとアップしていきます。左手で手のひらが耳の方ね、上から引っ張っていくと、これで2-8いきましょう。顎ダウンしてアップ、歩きます。はい、これが最初。ちなみに今のこの曲のスピードより速いんです。結構速いです。なのでこのスピードでも今ちょっとドキドキすると思うんですけど、慣れてくださいね。ラスト1回いきます。最初の動き、ダウン、アップしていって左手、そのまま右手を前に持っていきます。マーチ、小指から握るようなイメージで右手、ここ8カウントゆっくり使います。もう一回、1、2、3、4、5、6、頭からいきます。ダウン、左手、左手の後右手、ゆっくり8カウントたっぷり使ったら、タッタン、体を90度、右足から着地って思います。左足はまあカッコつけてかかと上げときたいなっていう感じ。キャッチから持ってきてからタッタン、はい、歩きます。ここも8カウント待ってもらうっていう感じです。で、90度向きを変えますよね。この時に両手を上から引っ張る、下にバサって下ろす感じです。首はいらないです。頭からいきましょう。ラスト確認、顎入れる、下から上、左手、右手が前、90度タッタンとなります。このまま横向いてて最後向きを戻します。まあ8カウント目戻せばいいかなっていう感じです。なぜかというと1カウント目からさらに次をやりたいんですね。なので5、6、7、8くらいで戻ってきてください。で、話を戻します。右手人差し指そのまま前に出して、まあ、余裕があればですけども上から右を通して回していきます。手首から動かします。指だけ動かすというよりかは、や肘からではなくて手首だけ、手首だけで2回回していきます。ここカウント、1、2、3、4、ステップタッチが入って1、2、3、4、5、6、7、繰り返します。右足からステップタッチ、ここの足の幅は小さくていいです。胸の前、手のひらは胸ね。一度歩きます。一応左手が上にしてます。外から中、上と下をチェンジして外から中、これをステップタッチで入れ込んでます。1、2、3、4になりますよ。はい、トンボ、せーの、1、2、3、4、5、6、その後オープン待ち、もう一回いきましょう。足閉じてステップタッチ、オープン待ち3回です。1、2、3、止めて指、2、3、4、5、6、7、8、ふっふっふっ
マーチ。今は手のひらが両方とも内側にあって手首を内側に折ってます。さらにこれを上下、どっちの手が上からどうでもいいです。どっちもやりやすいようにと上下にしてもらって手首内側内側って折ります。これをスリーマーチに合わせてるって感じ。はい、指2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、ほい、歩きます。この後なんですけども、足を閉じて終わるんですが、もういっちゃいますね。右手からグー、これ反対側もあります。グーで横に出して首も横に持っていきます。1、2、3、4、腕反対、1、2、3、4、足もオープンして 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、オープン3からいくと3回ずつやって 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、 この流れ歩きます。早速最初からいきますね。 1、2、3、 顎ダウン入って、左でキャッチしてゆっくりです。90度向きが変わる。ここはうまくいく、回します。ステップタッチ3回、ほい。ここで1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで来たらサビの前になります。頭からもう1回、今これでもゆっくりですよ。頑張って、ミスりました、歩きます。今次のことを考えていたらミスりました。もう1回いきます。 1、2、3、4、 顎ダウン、左手を上から持ってきたら右手がキャッチです。はい、ここミスりました、さっきね。90度、タッタン、待ってから回す。ステップタッチ3回、よいしょ、3、ゆっくり持っていく、反対。さあ、この後サビ持っておきます。歩きますね。はい、ちょっとだけ後ろ、前にね、いっぱい出ていくわけではないんですけども、一歩前に出るんで下がっておいてくださいね。ゆっくり歩いて1、2、もう一回1、2、今度は2でクロス、1、2、1、2、3、4、歩きますね。手をね、頑張って入れてみます。1、2、3、4です。私が今1で入りましたが、2のクロスで入ります。手はここ上に出して横です。で、これどうするかというと、初級から頑張る。1、2、3、4、ゆっくりね、回っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、回るときは目線がね、定まらないとくなってきちゃうので、まっすぐ回ってくるときに顔が早く前に来るようにイメージします。もちろん、ターンが苦手な方はなしでも OK です。ターンなしの場合だったら待つだけなので、1、2、3、4、これだけなんで、はい、回る回らないは任せますね。いきます、1、2、3、4、その後手の甲って覚えます。歩きましょう。足がね、回った場合は右足が前にあって、回ってない場合は左足が前にクロスして終わってるんですけど、気にしないでください。気にしないで、その状態で手の甲、右手から前前、こういうイメージ。これもゆっくりいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、歩きます。実際はこのスピードだよね。なんだけどサビは今のようにゆっくりとってます。
1-2 2カウントで1つの動きだと思ってくださいね。数え方変えますけどやることは一緒です。いきましょう。 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7 歩きます。こういう状態で、初級は今の動きを2回繰り返します。やってみましょう。 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6、 すぐ右足から1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6、 歩きますという状態です。ちなみにさっきね、回らない場合はどうする、足が反対になるっていうことだったんですけど、ちょっと見て1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6、 戻るだけでいいです。もちろん前にある左足を戻してもいいです。必ず右足から始まるので、ここはやりやすいようにやっても大丈夫。ただサラリーサラリーってして回すでしょ、前から。このまんまだと足次もつれる可能性あるんで、できるだけリセットって思ってください。今これサビです。でちなみに初級で今使ってるサビはそのまま中級上級にも流れていくので、まあ、大事にしてください。いや別にここまでゆっくりじゃなくてもって思ってもね、原曲が速いし原曲のスピードにするともっと大変なんで、今大事にしてくださいね。もう一回いきましょう。2セットいきます。ふんふんふん、タンタン、回して戻したらもう一回2セット目、ふんタンふんふん、戻していく。 OK、 あと1個いきます。足をオープン、サビの最後のとこです。右の肘上上とともに右足に体重かけます。ちなみにこれも中級上級そのまま使っていきます。 2-3-4、 右の膝も軽く曲げて持っていきます。 1-2-3-4-5-6-7、 もう一回 1-2-3-4-5-6、 歩きましょう。肘を上上ってやった後に右足寄せてきて、さらにもう一回出します。足をね戻してきて、私ちょっと前に流れてるんですけど、これ別になくても大丈夫です。やれそうだったら足の遊びなので、手は最後このままスーパーマンのように持っていってます。もう一個だけあるからね。 1-2-3-4-5-6-7-8、 OK、 そしたら今度はグー、手の甲が体の前にあると思ってグーしたら右手から上上上上って確認を取れたら1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8、 左足をよいしょ後ろに持っていきます。歩きますね。実際右足体重かけて体重かけ直しましたよね。横に出し直したこの足に乗って左が後ろ、体横向きではないんですけど真横ではないんですけど、ちょっとだけ斜めにして体のラインね、真横の断面図ではなくて全身がちょっとだけ見えるような位置にして、腕腕って思ってください。これがサビの後半です。確認しますね。1-2-3-4-5-6、 そのまま乗って 1-2-3-4-5-6、 もう一回です。ちなみに初級のここの動き、このまま中級でもう一回使います。もう一回ネタ化しすると、上級はねこれ倍速なんですよ。でも初級と中級は今回私このスピードでやっていきたいと思ってます。覚えておいてください。 OK、 歩きましょう。ということでここまでで初級が終わりになります。中級で使う、このまま使う動きがあるし、もうちょっと手を加えられたりスピードが上がっていくところもあるので、まずは初級で慣れてってください。原曲に入ったら
ピード感にびっくりすると思うので、それも落ち着いてやっててください。それでは原曲へゴー。